あ、これには触っちゃいけないのね。始まった。ドゥ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 。若干目が見えてんだね、このゴーグルみたいなんから。どうしよう。うわ、これ三つ編み。いいなあ。まあ、これかな。黄の色。青色とかないのかな。いつもね、濃い色を選びがちなんですけど、今回あえて一番明るい色にしてみようか。うわ、かっこよ。君の目は何を映す？いちいち言い回しが痺れるな。この色にしようかな。ヘアスタイル。うわ、このいいね、上目遣い。たまんねえ。これにしよう。眉毛？あー、切れてるか、狛犬か、なんか、ヤンキーみたいな。これかわいいな。これにしよう。その生かしたボトムスのことも教えてくれ。あ、ズボンのことボトムスっていう人。これでいきます。そう、これが僕の姿。え？誰で、誰ですかこれ。あ、これかわいいじゃん。これでいいや。オッケー、君たちの姿、そう。かわいい。君を生かしたやつになりたいか。だったら、クレーターの地を早すぎて分かんなかった。え、なにこれ。ゆっくり上を向こう。ゆっくり下を向こう。すいません。ゆっくり上を向こう。ゆっくり下を向こう。ゆっくり上を向こう。なにこれ。いつまでやってればいいのこれ。相棒の小鮭に注目だ。あー、こうしろってことか。ずーっとこうやるゲームだと思っちゃった。そんなことない。あ、なんか出てた今。 Y がどうのつった。あ、OKOK。 カメラリセットね。お、かわいい。かわいくね。なんかヒゲついてるし、ヒゲって言ってるでタコになる。インクルの中を泳げるぞ。ありがとう。ん？小ジャケが何か見つけたようだ。飛び降りて近づいてみよう。ほら、あの、あ、これなんだっけ、若葉シューターじゃないの。水鉄砲みたいなやつ。かわいいな、私。読むな、これ。OK。読むな。酔う、これめっちゃ酔うな。めっちゃ酔う、これ。酔うな。何も喋ってねえし、さっきから。あれでボムを投げる。おいおいおい、こう、ん、こうか。ほら、砕け散れ、ボケ。ウォーミングアップバッチリ。これで混沌の街、バンカラ街へ。バンカラ街かな。おお、うわ、時刻表を見る限り本数は少なそうですね。都会ではなさそう。お、あ、ちゃんとこの自分のカバンをね、自分の前でね、こう抱きかかえる感じ、素敵。この
この上の金網に乗せない感じで、ね、素敵。スプラトゥーン3バージョン .1.1.D プレス ZLZR 何でも読みたがり赤ちゃん。あの左の人可愛くね。あの左の人バンカラ街へようこそ。今急速に発展している生かした街だ。ここはどれだけ生かしてるかがステータス。この街では、あっちにバトルに参加するためのロビーがある。やつの町らに認めてもらうにはバトルだ。とにかく、ん？なんだあの老人はものすごくこっちを見ているような。すごいね、主の眼力見事なり。ちょっとこのじいさん、おい、マンホールだったんだこれ。ちょっとこのじいさん追っかけてくるか。お、たまっころ、た、たたた、また、タコが来よる。は、取り乱してすまんかった。わしはニューカラストンビ部隊の相談役をしておる。当たり目じゃ。相談役ってことは結構偉い人なのかな。いい目をしておる。お主のような若者を待っておったんじゃ。バンクルガイのエヌエルギーゲン、オーディン・チラマズが消えた事件を知っておるか。あ、これなんかさっき言ってたよね、あのマンタみたいな人が。あれはタク軍団オクタリアンの仕業じゃとわしは睨んでおる。過去2回オーデンチナマズが失踪しておるが、どちらも原因はオクタリアンだったのでだ。じゃな。なるほど、2度あることは3度あると。わしはもうニューカラストンビ部隊を引退したが、気になってキャッツらを見張っておったわけじゃ。ああ頼む、わしに協力してくれんか。キャッツらからオーデンチナマズを取り返すんじゃ。オッケーオッケー。え、オッケー。黙っとるっちゅうことはイエスっちゅうことだな。お、耳遠いんだなこいつ。今日からお主をニューカラストンビ部隊隊員3号に任命する。1号と2号がすでにいるということですかね。それともこの当たり目が1号ってこと。特製のヒーロー装備をくれてやろう。キャツラのインクに対抗できるよ。ありがとう。え、もしかしてもう着てるこれ。かわいいな、小ジャケ。サイズもぴったり。あ、やっぱ着てんだこれだ。ちょっと行ったりしたのがまあ問題ながろう。前の3号のお下がり。ああ、前の3号は少し、あれか、びっくりした、ふくよかな方なのか。むしろ相棒らしいよ。なんかちょっと可愛くね、この髪型。適当に決めたけど、いいな。調べます。ニューカラストンビ部隊の司令の似顔絵、よく描けておるじゃろう。司令は先代の3号として活躍しとったんじゃよ。あ、じゃあこの人のお下がりってことか。なんか別に体格同じぐらいな気がするけど。司令のこと知っとるんか。いや、さっぱり知らない。人質は例えば秘密部隊じゃからろう。知らんのも無理ないわい。とりあえず塗っとくか。なんだこれ。あ、何これ。え、ケバインクは恐ろしいのをよく注意して進むんじゃぞ。あ、死んだのか今。これには触っちゃいけないのね。なるほどね。ここで操作を覚えろってことか。道を塞いどるケバインクが見えるのかな。おそらく丸っこいのがこうじゃ。ケバインクを支えてるんだ。やつにはインクが効かんようでな。タコどもの基地を探してくれ。ケバインクだらけじゃん。そうじゃな。これなんだろう、展望台みたいな。あ、びっくりした。蓋を打ってこじ開けた。夜間に入る衝撃クレーターの奥地にタコは存在した。ナンバーワン。
夜間委員。え、なんて書いてあるのこれ。小、え、あ、日本語じゃねえのか。よし、3号張り切っていくぞ。そうか、私3号という名前なのね。ちょ、なるべくね、あのフルチャージだって。うわ、爽快、気分爽快。なるべくあれしたいんですよ、なるべくあの酔いたくないわけですよね、まあ、私も皆さんもそうだと思うんですけど、なるべく酔いたくないから、なるべく酔わないあれをしたいんですけど、どうですか。ゆっくりやってきますね。これでいいのかな。いや、面白いなっていうか人気ですよねこれ、スプラトゥーン3。なんか買おうかどうか、すごいボム爆弾じゃ、ボム風船じゃ、とりあえずドカンってウハウハじゃぞ。ありがとう。すごい、あの発売してからもう1ヶ月経ってますけど、発売する、すごいあの買うか迷ってたんですよ。買わなくてもいいかななんて思ってたら、あのすっごいいろんな方があれしてるじゃないですか、配信してるじゃないですか。なんかそれ見て、あやややや、どうしましょうみたいなね、やった方がいいのかしらみたいな、乗るしかねえでしょこのビッグウェーブにみたいな、そんな気持ちになって、 R で小邪気に助けてもらえんか、そんな気持ちで、あのフェスが終わったこの一番盛り上がってない時期に買ってみました。一応スプラトゥーン2はやってたんですよ。スプラトゥーン2、全くの初心者ではないということはちょっと皆さんに知っておいてほしい、知っておいてほしい事柄。アーマー、ありがとう。まあ、って言ってもね、しょぼいプレイばっかだと思うんで、温かい目で見ていただければななんて思ってます。多分もう皆さん、うまいプレイとか神プレイとかもう見飽きたでしょ、ここいらで。え、操作できない、バグったコントローラー、あ、違ったか、タコートルーパー、インクワタでとっちめてやれと思いましたよ。これはこういう立ち回りが大事だと思う。いるんじゃない、よーし、こじゃけいけ、こじゃけいけ、こじゃけいけ、こじゃけに働かせる。あとはないか。何話してたんだっけ。そうそうそう、皆さんうまいプレイもう見飽きたでしょ、このポンコツなプレイを見て多少ちょっと肩の力を抜いてもらえればと思います。バリア終わって、こじゃけで割れる、あ、割れた、タッチ。バインクルせいで進めるの、ケワケワしすぎるんだろうな。おじゃけ、いくらでパワーアップ。おー、なるほど、いくらを集めて先に進むゲームなんだね。間違えた、こじゃけ帰ってこい、カムバック、グッバイ。ん、ああ、これもやってけってこと、押し子、あ、ごめんごめんごめん、よいしょ、
ほい、すっきりするわい。これもいけるかな。おっ、よいしょ。あっ、こじ開け。え、なにこれ。ああ、こういうことか。なんだこれ、びっくりネジ。誰ですかこれ。疑惑、インクの輪の中央で怪しい光を見た。ナンバー2、夜間に入る。言ってたら、もうチャンネル消していいですからね。危ない危ない危ない。おお、なんかあっちになかった。あれすごいね。あれいけない。こじゃけ行ってこい。いけねえんだ。ごめんごめん。木は登れないのか。こじゃけもダメ。あ、なんかダッシュ板、上に乗ればバヒューン。おー、やっぱ酔ってきた。バヒューン。あ、かわいい。こんな酔うゲームだったっけ。スプラトゥーン2やってる時こんなに迷ってなかった。迷ってないじゃねえ。こんなに酔ってなかったと思うんだけどな。なんでこんな酔うんだろう。あれか、こういう今ジャイロでやってるからかな。リンゴ。ん、チェックポイントか。いやー、やばいこれ。何がやばいってさ、これなんか塗りつぶしたくなっちゃうんだよ俺が。こんなもんで。うわっ、うわ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 、レリコ。あ、じゃあやっぱここで会ってたんだ。オッケー、よし、進むか。この上は何だったっけ。こっちから来たんだ。飛び降り先の安全確認されたし大丈夫。レリコ、石橋をもう叩き壊す勢いで叩いて渡るタイプなんで、ね、大丈夫です。よしっかしようなあ。これジャイロやめろ。ナンバー3、回帰。閉ざされたドアに発見。ヘイ、鍵、これがドアなんだ。あったぞ、鍵じゃ。鍵ゲット。え、で、どうすんの？ああ、自動ね。ボットなんだ。ZL を離すと落ちちゃうんだ。なるほど。オッケー。なんだこれ。あ、ドアか。鍵ね。じゃあなんだ、さすがにいけないやな。おじゃけ届く。まあ、届くわけないやね。あ、これか。あれ、これだ。あれ、あ、これだ。よしよしよし。あー、ナイス仕事。オッケー。あ、鍵じゃんこれ。ラッキーから。乗れない、乗れねえか。ここあ、すいません。今度こっちか。タコプター。あ、敵ね。なんか倒した。おお、いや、これ黙々と鍵ゲット。黙々とできますなこれ。ここ塗るっていう作業ってなんか面白いね。上上がれる。お、溺れたよ。あ、全部っぽいね。あ、あ、全部っぽいね。ラッキー。じゃあさっき進みます。あ、これさっき行ったところか。忙しいね。あ、これ信号じゃない？これ二つ縦に並んでるってことは歩行者用信号でもいいよね。スーパーチャクチ、朝日スーパードライ。ここのタグは不気味だわい。レディオチェック、レディオチェック、こちら当たり目どうぞ。レディオチェック、レディオチェック。お、2号来た。おじいちゃんじゃん。あ、なんだ、1号も2号も、ご存命なのね。勝手に死んだと思ってた。切れてしもうた。せっかちなんだ。いかんな、ザザザザザザ。
あ、ザザ来た。ギギ。あたみつたぞ。前か。レッツラゴー。あたみつたぞ。謎の、かわいくね、小邪気寝てないこれ。あ、アホズラして。うわ、これ危な。で通る人かつています。ヒューヒューしょい、勝手にヒューヒューすんじゃねえよ。危機、地元住民を恐怖する謎の危険生物とは。ナンバー4。オッケー。あ、スーパー着地はね、あのさっきからやってるんですよ実は。おら、いいね、この一石二鳥感。なに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 、壁が生えた。まあ確かにな、最近壁が生える季節だ。下からなんか生えてきたぞ。おお、爽快、気分爽快。これチェックポイント、レッツゴー。ピュー、はい、スーパー着地。なるほどね。いや面白いなこれ。こう無心で、お、びっくりした。無心で濡れるって結構いいよ。またしても柱が入ってきたわ。いけ、ね、おじゃけで地球を引いた上でスーパー着地。これで全部っぽいっすね。じゃあスーパー着地、ふっ、うわ、私かわいい。やばいやばい、ヤンシャ来た、ヤンシャ。当たり目見つけたぞ。うわ、じいさんじゃん、標的。差し出そうぜ。あー、なんか、手わさび見てって思ったこれ。持ってんのね、わさびを。DJ、タコワサ将軍。あ、タコワサね。なんか、おつまみ的なやつ。107年目お前いくつだよ。てか、すっげえ、あれだね。今回ね。しっかりさ、付き合ったら記念日とか、覚えててくれるタイプ。何を言っているのか。やべ、全然話聞いてなかった。わからないが、我ら戦う定め。ああ、多分相手も話聞いてないね、これね。行け、小邪気。小邪気はいつでも楽しそうでいいな。打ち返す？小邪気。あ、なるほどね。それをこうか。ナイス、グリルパンチを練り込んだ後が狙い目。オッケーオッケー、はい、で、オッケー。あ、なんだなんだ、お、びっくりした、何言ったよ。あ、敵か。最新機能準備、最初から使えよ。出し惜しみすんだ。何、冷蔵庫みたいな。違う違う違う、掃除機みたいな。チェッポチェッポ来た、チェッポ。あっぶね、うわすっげえ、俺いけ。お邪気にはすまんが、本当にすまんと思ってるよ。なんか、ちょうど良いぞとか言ってなかった、あいつ。もう戻ったか、小邪気を。次も頼むじゃん。やばいよ、このおじいさん。タコワサ？来た来た来た、蹴りをつけろ、スーパー着地。あ、来た来た来た。やられた。DJ タコワサ将軍、やられた。おお、あぶれ。そのメガネ、なんと強い装備だ。オブデンチナマズを持ってる割に弱いのを猛力したんか。ちょっと待って、当たり目と同じぐらいの年なの、このタコはさって。あ、そっか、107年がどうのつってたもんな。オブデンチナマズなんて知らないぞ。うむ、そうなのか。いや、しかしの、ほんじゃ一体誰が。ケバインクは、なんじゃなんじゃ。あらあらあら、
サンコーン助けて、お前が助けろ。あ、小鮭かわいい。あ、私、あ逃げちゃったんじゃないの。スプラトゥーン3、この腰すごいな。発信機っぽい強い反応が3つもある。おじいちゃん分裂した。今どんな気持ち。ウルトラという楽園へようこそ。こうやって今日はキリがいいということにしましょうかね。ガゴゴ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 コマリチ、ピロリン、無料。くしゃ、いろいろ使ってゴールしましょう。ここなんかいい音だね、これ。おーおーおー、え、ZR。 あー、なんだ、そういうことができんだ。戻れる。最悪、あれ倒したかった。ジャケいける。チキショー、しかもこれもダメじゃん。あー、ちょっと幸先悪いな。ちょ、一回死ぬか。あー、おばいしょい。うわ、最悪。やばい、あの左上のあれ、あれか、残機だ。あ、もういいや。イカケ失敗やね。撃ったり小ジャケちゃん投げたりしたら、ああ、これはスプラトゥーン2でも見たことがある。お、すげえすげえすげえ。全然役に立たなかったけどね。おお、缶詰、鮭缶。ウルトラショット R を押して発動。あ、なるほどね。ちょっともう一回やりたい。おお、いいね。チェッポ、チェッポ来た。OK、おじゃけいけ。あれ、おじゃけいけ。なるほどね。なんだこれ、めっちゃ可愛いんだけど。なんだこれ、 B 押しっぱなしで大ジャンプ。 KK、 なんだこれ、なんだろう、シャケ感。お腹すいた。今これ深夜の2時なんですけど、深夜帯ってちょっとお腹すくよ。深夜お腹空いた時、皆さんどうしてます。我慢してる。なんだこれ、ファウンテン、ラッキー。ん、あー、小鮭の出番か。覚えが早いでしょ。もっと褒めて。これ下降りたらどうなる。おう、これはあれか、なんかスプラトゥーン2にもあったよね。風を感じるね、エアリー。かわいいね。あ、戻ってちゃった。え、また来なきゃいけないのか。なんだこいつ。見つけたインクをとにかく吸い取るよ。あ、吸い取るってだけ、壊せないのか。なんだこれ、でんでん太鼓みたいな。おもろ。ここは登れねえのか。ええ。壁何個必要なの。ここだ、ここだったんだ。どうやってんだっけ。これっけ、これ、何これ。
ションクリア。うわ、何かっこいい。今日はここまでにしとこうか。ちょっと遊んでる時の自分は 100% で楽しいんですけど、編集する時の自分が後で頭抱えるんで、今日ここで終わりにします。ありがとうございました。